明日はマロチャンネルメンバー全員で、ピクニックなのだ。なんだかんだ全員集まるのは初よね。チャンネル開設して今まで、結構なキャラが登場しているから、この辺りでこのチャンネルの王は誰かってことを分からせようと思ってな。そんなしょうもない動機で集めるんじゃないわよ。まあたまにはみんな集まって公園でゆっくりするのもいいわね。楽しみー。雨だな。そうね。今日の天気は晴れの予報だったのに、公園に着いた途端雨なんてついてないわね。残念だけど今日は中止ね。何言ってるのだ？雨でも問題ないだろう。え？そうっすよ。久々の出番なのに、中止なんてありえないっすよ。俺は雨でも気にしないんだぜ。そんなことより帰省させてくれないか？皆さんに会える機会なかなかないので、嬉しいです。よし、早速みんなで持ち寄ったご飯でランチするのだ。ゲロゲロ。私サンドイッチ作ってきました。わい、ただ飯っす。なあ、帰省させてくれよ。私ってマロ先輩チャンネルの中で一番まともだと思ってたけど、少数派だったんだなぁ。どうも、あのマロカリス改め、マロ先輩です。どうも、アンモナイトの内藤です。すまんな、急に代わりを頼んで。霊夢さんどうしたんすか？昨日のピクニックもいつの間にかいなくなってたし。我が輩もよくわからないのだ。あれから帰ってみると、しばらく旅に出ると置き手紙を残していなくなっていたのだ。そうなんすか、なんか心配っす。もしどこかで泣いていたら、僕の触手でぬめっとしてあげるのに。まあ、次回には帰ってくるだろう。というわけで今回は田んぼの役割について解説して、行くぞ。雨の中、傘をささずに踊る人間がいてもいい。自由とはそういうことだ。内藤よ、田んぼについてどう思っているのだ？僕お米嫌いだし、稲かアレルギーだから、全部なくなればいいと思ってるっす。バカもー。軽く聞いてみたら、こんな過激思想を持っているとは、とんでもないな。米の需要はどんどん減ってるし、必要なら輸入すればいい話っす。今の時代わざわざ自国で米を作る必要ないっすよ。田んぼなんか潰して遊園地とか建てた方が有意義っすよ。短絡的でバカな思考回路だな。よ。田んぼというのは様々な役割を持っているのだ。この解説を聞けば田んぼをなくそうなどと思うことはないだろう。ほんとっすか？まずは田んぼの役割について解説するのだ。田んぼには主に6つの役割があるのだ。またまた、そんなにあるわけないじゃないっすか。まずは洪水を防ぐ役割があるのだ。田んぼを作る際、土地を耕すのだ。耕した土はきめが細かく、水が流れてもすぐには地下に染み込んでいかないのだ。あと田んぼの周りはあぜで囲われているから、水が漏れないのだ。だからプールでもないのに水を貯められるんすね。この貯水機能によって貯められた雨水は、後日ゆっくりと地下に染み込んでいったり、空気へ蒸発するから。一度に川へ行く水の量を減らし、洪水が起きる可能性が低くなるのだ。そのことから田んぼダムと呼ばれているのだ。じゃあ今に比べたら昔は洪水少なかったんすかね。次は水をきれいにしたり、地下水を作る役割があるのだ。田んぼには水をろ過して地下に送り込む働きがあるのだ。さらに常に水を張る性質上、多くの水を地下に送り込むことになるのだ。この地下水は川の水量を安定させることにつながるのだ。田んぼがあると川が氾濫したり、枯渇することを防いでくれるんすね。次は土砂崩れを防ぐ役割があるのだ。日本は火山が多くある土地のため、土に火山灰が多く含まれていて、土が脆いのだ。そして山地が多く、川の流れが速い傾向があるのだ。地震も多いから地面が崩れやすく、さらに気候的に降水量が多いから、特に地面の浸食や土砂崩れが起きやすい国なのだ。日本にはこんなに土砂崩れが起きる要因があるんすね。しかし田んぼがあれば、水の流れを緩やかにできるし、棚田など斜面に田んぼを作れば土砂崩れは起きにくくなるのだ。とにかく治水にかなり役に立っていて、日本の土地に合ってる農業なんすね。次に気温を下げる役割があるのだ。田んぼの水が蒸発することによって空気が冷やされるのだ。その空気は都市部にまで流れて気温を下げることもあるのだ。田舎は涼しいイメージがあったっすけど、田んぼのおかげだったんすね。次は多様な生態系を作り出す役割があるのだ。多様な生態系といっても、カエルとトンボとタニシくらいっすよね。日本の田んぼにはなんと、周りを含めて約5600種類の生き物が生息しているのだ。5000？ 多いっすね。
その中には我が輩の子孫方面エビもいるのだ。それってただ姿が似てるだけじゃないっすか。僕がオウムガイを子孫と言ってるのと同じことっすよ。とにかく田んぼは多くの生物の住処となっているのだ。田んぼに水を張ると植物プランクトンが発生し、それを餌とする水生昆虫や巻貝がやってくるのだ。そしてそれらを食べる魚やカエルがやってきて、またそれらを食べるヘビやカルガモなどの鳥がやってくるのだ。そうやって田んぼには多くの生物がやってくる場所となっているのだ。前々から気になっていたんすけど、冬の水がない田んぼには生き物の姿が見えないっすよね。どこ行ってるんすか？確かに冬の田んぼにはほとんど生き物の姿を見ることはできない。しかしその多くはちゃんとその場に留まっているのだ。田んぼの生き物の冬の過ごし方は大きく3つのパターンがあるのだ。まずは土や泥に潜るパターン。カエル、ザリガニなどなのだ。そういう生き物は田んぼの水がなくなってくると土の中などに潜って、冬眠して再び水が戻るのを待つのだ。土の中でも生きられるものなんすね。その中でもカエルはそんなに水がなくても大丈夫なのだ。水辺が必須なのはオタマジャクシの時だけなのだ。カエルになれば湿ったところがあれば地上でも問題ないのだ。種類によっては主に木の上や土の中で生息するカエルもいるしな。カエルを甘く見ていたようっすね。警戒度を上げておくか。え、全生物との戦闘を想定してるの？次は水のあるところに避難するパターン。土壌やメダカなど魚類が多いのだ。冬に水がなくなってしまう田んぼには、魚類は生息していないのだ。しかし近くに用水路や田んぼの中に大きな水たまりがあれば、冬を越すことは可能で生息できるのだ。田んぼは魚類にとってはあまり居心地のいい場所ではないようっすね。いや土壌などの一部の魚は泥の中でも平気だからそうとも言い切れないのだ。メダカも水流がない場所を好むから田んぼは最適な場所なのだ。僕は大海原をスイスイ泳いだ方がいいと思うっすけどね。最後は卵を残すパターン。トンボや放念エビなどなのだ。トンボは秋頃に卵を産んで、そのまま孵化することなく卵は越冬し、春になるとヤゴが生まれて、夏にトンボになるのだ。世代交代の早い昆虫だからなせる技っすね。こうやって田んぼの中の生き物たちは命をつないでいるのだ。なんとなく田んぼに生き物いるなーって思ってたすけど、様々な工夫があったんすね。しかし最近は後継者不足などによる田んぼの減少や、農業の近代化によって、周りがコンクリートに固められるところが多くなったことにより、田んぼ周りに生息していた魚類や両生類に適した環境がなくなってきていたり、農薬を使うところでは昆虫も生息できなくなっているのだ。ほとんどの生き物が住めなくなっているじゃないっすか？田んぼは約2000年前の弥生時代から日本に存在していたのだ。それだけ長い間あったということは、もう自然界の一部と言っても過言ではないのだ。その田んぼがなくなるということは生態系への影響はとてつもないものになるのだ。そう言われるとすごくやばいっすね。そうなのだ。だから田んぼは今後の日本の生態系を守るのであれば、なくてはならないものなのだ。そういえば最後6つ目の田んぼの役割を聞いてないっす。そうだったな。こんなに役割があるのにまだもう一つあるなんて、すごいっす。何なのか予想できないっす。それでは最後6つ目の役割とは、ワクワクっす。米を作る役割があるのだ。え、ああ、根本的なことすっかり忘れてたっすね。がっかりしているようだが、この役割が一番重要なのだ。そんなことわかってるっすよ。いや、わかってないのだ。さっきも話したが日本という国は土地柄、作物を育てるのにそれほどまで適しておらず、今、食料の供給はほとんど輸入によって賄われているのだ。しかし昔からの努力によって、稲作には優れていて、米だけで言えば日本の食料自給率は 97%、ほとんどの国民に食料を行き渡らせることができるのだ。いいことすけど、それがなんだって言うんすか。現状ほとんどの食料を輸入に頼っているが、言い換えれば、輸入ができなくなれば食料難に陥ることになるのだ。そりゃそうっすけど、そんなこと起こるわけないじゃないっすか。近年の戦争によって日本で物価高騰が起こったが、石油などが輸入できなくなったことが原因なのだ。その事実を踏まえるとありえないことではないのだ。そんな。だから米は日本の食卓の最終防衛ラインなのだ。しかし年々、農家の人口は減っていき生産量は落ちてきているのだ。その結果、今後いざという時に食料が足りない可能性があるのだ。これでもう田んぼを根絶しようとは思わないだろう。思わなっす。そうだろう。この解説を聞いて、お主もそうだが、多くの人が田んぼを守ろうとする意思を持ってくれると嬉しいのだ。でもよくよく考えたらアンモナイトである僕には何のメリットもないから、やっぱり田んぼは根絶していいっすね。
なんすか？僕間違ったこと言ってないっすよね。僕たち米なんか。マロ先輩チャンネルは全国の農家さんを応援しているのだ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。また見てくれると嬉しいです。